Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. At sunrise on the 14th April 1561, the citizens of Nuremberg beheld a very frightful spectacle. The sky appeared to fill with sort of a strange object from which red, black, orange, and blue, white discs and globes emerged. 1561年4月に起きたですね、ニュルンベルグの宇宙人戦争についての話をします。この情報は K ・ミヤさんからいただきました。で、調べてみました。ここにニュルンベルグが、ドイツのね、ニュルンベルグがあるんですけども、ここでかつて宇宙戦争が起きた可能性が非常に高いです。まあドイツでも、まあ、屈指の、まあ、由緒あると言いますか、まあ、あの古い町並みの町ですね。このニュルンベルグで今言いました1561年の4月14日にですね、ここの住民たちは実に奇妙なものを目撃したのであります。すなわちエイリアンの戦争ですね。それについての記事を拾ってみました。そして翻訳してみましたので、どうかご覧ください。